僕は、友達が少ないわ、平坂読みによる日本のライトノベルとそれを原作とした、各種作品群。原作のイラストはブリキが担当している。キャッチコピーは、残念系青春ラブコメ。MF 文庫 J より、2009年8月から2015年8月まで、刊行された。全11巻。略称は、僕ともでも一応表現できるが、公式略称は、歯がないである。 原作者曰くタイトルの由来は自分が見たら絶対に手に取りそうな青春小説のタイトルとのこと。2018年10月時点でシリーズ累計発行部数は700万部を突破している。一貫発売直後に出版されたこのライトノベルがすごい。2010年度版にて作品部門ランキングの23位にランクイン。その後2011年度版では2位となった。また、 2011年に最も売れたライトノベルとなった。原作及びアニメでは岐阜県岐阜市をモデルとしている。聖クロニカ学園高等部2年生の長谷川小高は転校初日から遅刻し、それで焦ってしまったことから悪循環で自己紹介も失敗してしまった。転校から1ヶ月経ってもくすんだような金髪と転校初日のことが原因で、周囲にヤンキーと 勘違いされて避けられており、クラスで浮いた存在であった。ある日の放課後、忘れ物の体育服を取りに、教室へ戻った小高はいつも不機嫌そうにしている、同級生の三日月夜空が一人で楽しげに喋っているのを目撃。部屋友達と話していたと釈明する夜空は、同じ境遇の小高を見たことで、友達を作るために隣人部という部活を勝負し、 小高も無理やり入部させられることになる。やがて隣人部には、女王様気質で、柏崎天馬理事長の娘でもある、金髪壁岩の美少女、柏崎星名、真の男を目指す楠木幸村、変態気質の天才発明家、心ぐしりか、邪気岩の小高の妹、長谷川小鳩と、非常に残念な美少女たちが、次々と入部してくる。また、 飛び急幼女で下品なシスター、高山マリアが古問として加わった。そういった面々と残念な日々を過ごす中、夜空や星名との過去の接点、雪村、マリア、小鳩にまつわる重大な事実の判明、そして自身の人間関係の変化を機に、小高は彼女たちとの関係について深く考えさせられることになる。恋の項はドラマ CD 版、テレビアニメ版のもの。 縁の項は、実写映画版のもの。教員、シスター生と鉄の狩猟術師、コバトのお気に入りのアニメ。NEXT では格闘ゲームも登場している。きらめきスクールライフ、星名のお気に入りのアベグゲーム。NEXT では、リカのお気に入りのアベグゲームが登場している。なおアニメ版では、ときめいて、メモリーデイズは登場していない。ホモゲブリカのお気に入りの劇場版アニメ。 その他の作品9巻目のコネクトは読まなくても問題のない外伝的なものではなくナンバリング巻きのように小高の視点からでは描けない重要なエピソードを描いた巻きだというそのため僕は友達が少ないを第10巻僕は友達が少ないを第11巻と位置づけた記述もあるメディアファクトリー MF 文庫 J アンソロジー全2巻メディアファクトリー MF コミックスアライブシリーズ全20巻、メディアファクトリー、MF コミックスアライブシリーズ全3巻、メディアファクトリー、MF コミックスアライブシリーズ全1巻、メディアファクトリー、アライブコミックス全1巻集営者、ジャンプコミックス全2巻 CDBD、DVDBD DVD 版では、ソニーが開発した映像用会長保管技術である、スーパービットマッピング4ビデオによるリマスタリング処理がなされている。 僕は友達が少ないオンエアラジオは2011年9月6日から2012年4月10日まで音泉と響きラジオステーションで配信されていたラジオ番組毎週火曜日配信本放送前の8月9日にはプレ放送が配信された2012年8月10日には夏のスペシャル番組として一度だけ復活配信されたアニメ二期決定に伴い ラジオ番組も復活し、2012年12月11日から2013年5月14日まで、音泉と響きラジオステーションで配信された。番組紹介ページの最新放送文の下に、友達の輪の欄があり、メールを読まれたら二人と友達になるというシステムになっている。第9回で目標の100人を達成したため、エンディングで二人に花束が贈呈され、 終了を匂わす演出がされた上、第10回は、山本希望の僕は、友達が少ないオンヤラジオ二人目のタイトルで、番組トップページも、くす幸きをメインにしたデザインに変更された。が、これは、スタッフのお遊びであり、第11回からは元に戻されている。なお、タイトルコールは、第11回から、僕は、 友達が少ないオニアーラジオ二人目となっているが番組ページのロゴなどは以前のままであり友達の輪の欄は100人を超えてもそのままある遺跡でカウントされ続けている第27回から山本希望がパーソナリティを担当する姉妹番組が各週でスタートしたこれ以降当ラジオの偶数回が通常の僕は友達が少ないオニアーラジオ奇数回が僕は 友達が少ないオンエアラジオ、山本希望の私はトークが苦手じゃない。を配信した。2014年7月6日にニコニコ生放送、インターネットラジオステーション、おっとト泉10周年記念24時間制放送、内にて、僕は、友達が少ないオンエアラジオ24時間、ニコ制スペシャルとして、動画配信された。プレイステーションポータブル用ゲームソフトとして、僕は、 友達が少ないポータブルがバンダイナムコゲームスより2012年2月23日に発売。当初は同年1月26日に発売予定であったが2月23日に発売日が変更された。本作で使用された楽曲はテレビアニメ版の DVD、ブルーレイディスク第6巻の初回生産版の特典として同婚予定のアソート CD6 に収録される予定。 また、本作の CM は、全12回にわたって、リレー形式で行われた。数量限定生産版、美少女残念、ゲームイコール超残念ボックスと通常版、隣人部パックの2種類が発売される。前者の特典として、劇中で登場した、ゲーム、きらめきスクールライフ SP、小説版のイラストを手掛けているブリキエが木下ろし、特製ボックス。 スペシャルコンテンツ DVD 特製クリアプレート、プロダクト入りカード共通特典としてビジュアルアーカイブが同梱されたミニゲームとしてブロック崩しが収録されているなお同ゲームには原作小説の出版ブランド MF 文庫 J から出版されている作品の非行少女は傷つかない変態王子と笑わない猫前夜ちき被弾のアリアこの中に一人 妹がいる。ゼロの使い魔とのコラボレーションイラストが使用されている。初動売り上げは56,969本。2013年7月24日に実写映画化することが報道された。2014年2月1日より公開。PG12 指定。情報が公開される以前に、留国大学が Facebook にて2014年公開予定として、 本作実写映画のエキストラを募集していたことから、実写映画化の噂は流れていた。作者は映画化が進められていることについては認めている。一方で、話を聞くといろいろ口を出したくなるので、映画については一切耳にしていない、実写映画向きではないことはわかっているが、ライトノベルの未来を考えた結果やむなく許可したと、説明、制作側には無理に原作を再現するのではなく、 独立した作品として制作してほしいと伝えた。ツイッターなどで制作中止を求める署名が集まっていることに関しては、たとえどれだけ気に入らないのだとしても、潰そうとするのではなく、単に無視していただくわけにはいかないでしょうか。これは実写映画に限らず、アニメでも漫画でもゲームでも、それらの元になった原作作品でさえ同じこと、気持ちに蓋はできないので、 気に入らないものを無理に受け入れる必要は全くありません。が、気に入らないものを力づくで排除することの悪性を、僕は自分の作品の中で何度も書いてきたつもりです。としている。また、ネット上で出回っている一部のキャスト情報については、デマだそうですと語っている。メディアファクトリーのモバイルサイト、メディモ、で、フラッシュゲームが配信されている。 原作のコンテンツでは、僕は友達が少ない闇鍋ロワイヤル。僕は友達が少ない肉崩し。アニメのコンテンツでは、僕は友達が少ない隣人部人間関係パズル。僕は友達が少ない隣人部カードバトルがプレイできる。モバイルサイトでは着だ着世界の配信も行われている。この他、待ち受けもダウンロードできるが、いずれも会員専用の有料コンテンツ。 公式サイト以外でも各携帯専用モバイルサイトにて各ののアプリケーションは配信された。スマホ向けのコンテンツにも参入しており、僕は友達が少ないアップ、アニメ電話僕は友達が少ない夜空、星名、クロックアプリ僕は友達が少ない IP をリリース、ボイス付きカードコレクションアプリ、読めこれにも参加している。2011年12月4日に、 品川ステラボールにて、僕は、友達が少ないトークライブイベント、エアリサイタルが開催された。2012年5月6日に、東京メルパルクホールにて、僕は、友達が少ないプレミアムイベントが開催された。グッドスマイルカンパニーのディフォルメフィギュアシリーズ、年ドロイド。第1弾三日月夜空が2012年1月、第2弾柏崎星名が2012年3月に、 それぞれ発売された。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。僕は友達が少ないポータブルに関するカテゴリ。僕は友達が少ないオンエアラジオに関するカテゴリ。僕は友達が少ないアドオンでイスクに関するカテゴリ。僕は友達が少ないネクストに関するカテゴリ。ありがとうございます。